ンプレゼンツプロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回も引き続き、ヤクルト、そして楽天、さらにはメジャーリーグでワールドシリーズ出場も果たされました岩村明憲さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。さて日本での活躍があり、日本代表として2006年、はい、2009年の WBC でも戦われました。はい、まず2006年なんですが、はい、これはあの WBC 第1回大会でもありましたね。はい、第2ラウンドまで全試合出場され、活躍をされていましたが故障が終わりで、はい、すいません、韓国戦だったんですけど、はい、あの太ももを肉離れしてしまいました。フル稼働でいらっしゃいました。まあ、あの時にやっぱりね、はい、そのすごくやっぱ1回目の大会で、はい、でもいつやるんだっていうね、その時期の問題ってすごく取り出されてたのがあったんですけども、はい、まあ、結果そういう形に、準決勝以降が残念ながら、まあ、出場が叶わなかったと、はい、指越えて見てましたね。あ、そうでしたか。当時指揮官は王監督でいらっしゃいましたが、はい、そのまあ世界一に輝いたんですけれども、日本は韓国にあの予選で敗れるということもありまして、はい、ちょっとこう決勝ラウンドも危ぶまれるという。そうですね、あれちょうど本当その予選ラウンドが終わって、はい、内野手会をやってたんですかね。はい、それでみんなでこう内野手だけでこう食事をしてた、そしたらまさかのアメリカが負けるという、はい、決勝いけるぞと、うんうん、逆になんかここで下方は寝て待てかみたいな感じだったですね。あ、別に諦めてたわけじゃないんですけど、失点率で準決勝に進んでいったという日本だったわけですが、はい、あのそういった状況の中で王監督からは何かこう特別な言葉であったりっていうことはあったんでしょうか。いや、特別っていうのは、まあ、もちろんそのあの希望は捨てないと、はい、で明日以降も普通に試合があると思って、はい、あのやってくれと、もちろん、もちろん僕らはその気持ちではいるんですけども、はい、100% そういうわけでもならなかったのでね、うん、もちろん葛藤があり、はい、悔しさがあり、はい、あの2006年も、はい、本当に WBC が始まっても一番最初に WBC で成田空港から飛び立ちますって言った時も、ほとんど誰もいなかったですけどね。あの報道陣 もうほとんどいないですね。それほど、まあ、注目度ということですか。注目度は限りなくゼロに近かったんですかね。バカにされたわけじゃないんですけども、 WBC って言ったらボクシングだろうみたいな。あ、まあ、確かに WBC というね、この英語3文字はボクシングの方がものすごい有名だし、定着するまでねやっぱり時間がかかったっていうところはありますよね。あ、アメリカに行って徐々にこう視聴率も増えていったっていうのも聞いたんですけども、それがやっぱりあの世紀の大誤審って言われてるレフトフライだったんですよね。まあ、あれは自分がレフトフライ打った人間なんですけども、で三塁ランナー西岡剛で、で、まあ、剛の走力のレベルの高さが誤審を生んだっていうわけじゃないと思うんです。僕は絶対わざとだと僕は思ってます。はい、でそれで、まあ、言えばリタッチが早いというジャッジを受けてアウトになってしまった。はい、でもあの時の王監督のものすごい剣幕の抗議と同時に、あの温度を通訳の方も伝えたんですよ。これはすごいなと思って、もう、ね、後にこうねアメリカに行ってこうやらせてもらいますけど、感情、自分の感情を確かにアンパイアにぶつけるって良くないですけど、同じ感情で言えるかっていうと絶対言えないなっていうのがあって、そうですよね、あれは本当にすごいな。なるほど。だから僕らはとにかくアメリカに行ったらみんなが王監督のところにもうね、外国人選手がみんなこうサインをもらいに来る、やっぱ世界の王だっていうのを目の当たりにしてるだけに、やっぱね僕たち選手はもう王監督をやっぱこう手ぶらで返すわけにいかないっていうところはやっぱりありましたよね。なので王監督からのその言葉、はい、うん、やっぱ一言一言重い部分があって、でもそれをしっかり受け止めなきゃいけないと代表選手はみんな思ってましたね。なるほど。はい、ということはこう戻ってきた時の日本、そうですね、行く時注目度ゼロからものすごいことになってましたよね。まあ、でもこれで一つ湧いてくれたんだなとも思ったんですけど、まあ、自分自身はね準決勝決勝と出れてないので、まあただチームの一員として、まあ、あのすごくあの嬉しい喜ばしい実績を上げることができた、それが形となったということだったので、一つの自信になった2006年でしたね。
ただもう続いていっていいですか。2009年の話、はい、2009年の時なんかもう、はい、とにかくもう、宮崎で日本代表合宿やりますって言ったら、はい、もう球場の中に入りきれないぐらいのこう人が来てくれるぐらいのこの注目度になっちゃって、もう日本の連覇かかってます、はい、もう絶対日本はやりますよっていう雰囲気でしかないですね、まああの時のプレッシャーっていうわけじゃないんですけども、はい、あのすごく圧を感じましたね。なるほど。自分はあの2006年が終わった2007年からアメリカの方に行ってたんで、はいはい、でメジャーを経験した中での2009年の大会に出させて選んでもらって、でポジションもサードじゃなくてセカンドでこう選んでいただいて、で監督も王監督から原監督に変わって、背番号も実はね僕1回目背番号1番だったんですけども、はい、2回目背番号8番だったんですね。でこれ実は、ね、福留さんが1回目の時は僕が先に代表を選ばれてたので、はい、福留さんは後で背番号を選ぶということで17かなんかをつけてたんですよね、で2回目の時は同じタイミングであの福留さんも選ばれてたので、はい、今度は俺がつける、俺がつけたいって話になって、まあ、僕の1個上なので、はい、あどうぞどうぞと、いう形で1番を譲って NPB の人から何番にします、はい、何番空いてます、うん、んこの番号と、うん、あこれ8番空いてますよね、うん、8番でで8番をつけるようになったんですね。8番をつけるようになったので8番をつけさせてもらったんですけども、はい、気づいたら、はい、王監督が現役の時1番、原監督現役の時8番っていう番号をつけさせてもらった時にあなんか、うん、すごく、はい、なんか縁ご縁があってありがたいなと思って、確かに僕も選んでから後で気づいたんですけど、実はそうだった。あちょっと鳥肌立ちますね。そういう偶然も重なった中でのその合宿が始まって、宮崎 そのサンマリンですかね、あの球場、はい、あそこのもう本当にもうあの全部全員がこうスタンド入っても溢れてたんですよ、移動するだけでも大変なぐらいだったので、もうこれはもうやばいぞって、まあ、あの言えば大会が終わった後に発表になったと思うんですけど、あのイチローさんですら怒りようになったっていうぐらいのやっぱ神経をねこう使うような大会だったので、相当な雰囲気ですね、はい、異様な異様でしたね本当に、うん、もうで1次ラウンド始まって、ね、東京ドームで実はねイチローさんも打ててなくて、実は僕も打ててなかったんです。で原監督からは、はい、でガンちゃんちょっと来てくれってなって、うん、で7番福留、8番城島、9番岩村って、うんはい、この下位でメジャー3人でなんとかやってくれないかっていう話をされたので、まあ、もちろん9番とは思ったんですけども、でもアメリカンリーグって DH を使って9番バッターってすごく大事な役目なんですよね。でそれを、ね、自分はセリーグの時は9番バッターってピッチャーが基本的に入るものだとしか思ってなかったんですけども、DH 制っていうのはそこでそういう形を築いて、はい、で原監督からもそういう言葉をいただいたので、はいはい、いやもう全然僕は何番でも大丈夫です、はい、でもちろん、ね、本来であれば、ね、あの中軸打ってみたいとかっていうのはありますけど、でもいや監督が直々こうやって言うには何かの狙いがあるだろうっていう形で僕はあの理解をして、はい、やってたんですけども、イチローさんが多分予選ラウンド1時で12の1だか、うん、打てていなかった、多分そうだったんですよ。で自分は9打数ノーヒットだったんですね。実はこの2人がね、打ててなくて、でまた韓国に負けるという厳しい、ね、あの OB の方たちはイチローもそろそろ考えた方がいいんじゃないか、使い方も含めて、で、まあ、岩村もこう打ってないんだから外した方がいいみたいなことはこう言われたのは、なんかこう、ね、いろんなところから情報でこうやっぱり聞こえていましたね、そこね。やっぱ悔しかったですけど、まあ打ってない結果がありますからね、しょうがないと受け止めながらも、でアメリカ本土にこう乗り込んでいって調整をしていくんですけども、はい、その時にこうメジャーのチームと対戦した時ですね、ちょうどカブス戦だったと思うんですけども、はい、セーフティーバントをしたんですね、はい、でセーフティーバントをして一塁がセーフになったんですよね、うん、でセーフになってその後得点だと思うんですけど、ベンチに戻った時に、はい、みんなにこうよくやったな、やっぱりこっちの方が水合ってるっていう話にもなって、でバントって、まあ、野球少年にもちょっと聞いておいてもらしいのが、はい、バントバカにするやつは本当にバントに泣くんですよ、うん、でセーフティーバントって全てのタイミングが合わなければ成功することはないんですね。タイミングとポイントを、確認するのもセーフティーバントなんですよね。なのでセーフティーバントをして、あ自分のそのタイミングとボールを捉えるポイントが合ってるから一塁でセーフになったんだって僕は思って、あじゃあやってることは間違いじゃない、
っていうふうにこう思えるようになった一つのバロメーターを測り直して、そこからあの二次リーグからのこの本戦に入っていきましたね。いやでも決勝ですよ。そうですね、はい、これでもまあ10回の表、岩村さんがヒットでつないで、そしてまあそしてですよね、イチロー選手のあのタイムリーを呼び込んだんじゃないですか。はい、あの実はその前なんですけどね、はい、あのランナーあの先頭バッター内川がですね、はい、ライト前ヒット打って、はい、で次がそれこそ今は侍ジャパンの監督、稲葉さんが番頭するんですよ、はい、ワンアウト二塁で自分ですよ、でピッチャーはイムチャンヨン、はい、で初めて対戦するんですけども、もちろんヒットを狙ってね、やっぱどこでどうやって打ってるっていう形で内川を、ね、返そうと思ってはいたんですけども、はいはい、でレフト前に行って、はい、でもレフトの正面すぎてね、内川も帰ってこれなかったんですよね、で帰ってこれなかった時に、まあ、僕はもう繋いだだけでも OK ではあったんですけども、でもあのいろんなところで笑い話で言うのは、はい、もしあの時、もしあの時ですよ、もしあの時ちょっと打球がもう少しレフト線寄りになってたら、はい、こんなに盛り上がってたかなっていうあれはイチローさんが打ったから良かったんだだろうって僕は思ってはいるんです。本当にで持ってったやっぱ占領役者なんですよ。やっぱイチローさんってそういうタイプの人間で、だからあ僕は、ね、帰っては欲しいけども、いやあれはそういう形でお膳立てなんだということでランナー1、3塁残った。でその後僕も盗塁をしてランナー2塁、はい、で2、3塁からイチローさんがセンター前を打った。はい、あの時の空気感ってどうだったんですか。あの打つなっていう、まあ、イチロー選手のあの打席っていうのは、はい、どういうふうに見てる。まずあの僕が盗塁をすることによって、うん、いろんなあの解説者の方がものすごいこう来た時、あのバッて、うん、あの来たんですけども、うん、まあ、あこの人たちは多分わからないなって僕は思ったんですね。やっぱりあの時ってやってる人間のこう空気感でしかわからないんですよね。で韓国ベンチも確かにその大会が終わった後にあそこは敬遠だったみたいな後出しじゃんけんみたいなことを言ってきてるんですけど、いやそういうふうに取れなかったんですよね、本当に。であの一塁コーチャーが尾形さん、はい、一塁コーチャーだったんですけども、はい、尾形さんに僕何回も確認して、尾形さん行っていいですか、どうですかね、いやこれ絶対勝負しますよね、するよな、いける、いや多分こんなの余裕だと思います、で盗塁したんですよ。でその後、まあ、やっぱ案の定やっぱ勝負だったので、でセンター前ですよね、まあ、ピッチャーの手からボールが離れて、イチローさんがバットが出かけるところもね、僕の正面で見えるので、なので僕もツーアウトだったしまた帰れると、はい、あの結果ね、その前の回にダルビッシュ、ダルが出てきて1点取られて同点になってたので、1点って守ってる方が相当のプレッシャーなんですよねもちろんピッチャーのプレッシャーですよ、本当に、ね、ダルもかなりのプレッシャーだったと思うんですけども、この1点よりもやっぱあの2点目って僕たちは、僕はすみません勝手に自負しちゃってますけども、すごくあの2点目良かったなと思って本当ですね、まあ、本当にその期待を背負ったところに応えた連覇というのをしっかりほっとしたというところでしょうか。そうですね、でね、なおかつ2006年僕は、ね、準決勝決勝出れてなかった、はい、思いがあったので、なんとか決勝っていうところでね、まあ、日本に貢献っていうことをずっと考えてましたね。どういう形が何がいいのかな、はい、もちろんあの打った本人だけじゃなくて、はい、ね、もちろんバントでお膳立てした現侍ジャパンの監督、はい、稲葉さんもね、ものすごいあの貢献度高いと思いますし、はいはい、またベンチにいた、ね、バックアップの選手も含めてみんなでこう、はい、本当掴み取った連覇だったですね。でもあれはもう本当にドジャースタジアムだったんですけども、うん、声援は間違いなく届いてましたね。本当にあの大きな後押しになりました。その、まあ、一緒に、まあ、2006年も2009年もプレーをされたイチロー選手なんですが、はい、まあ、その後にあの山村さん、イチロー選手に向けて、そのイチローさんは野球の神様に一番近づけた人だということを、はいはい、おっしゃって残して言葉を残していらっしゃるんですが、はい、まあ、メジャーリーグでの大先輩というところもあり、どんな方なんでしょう。そうですね、普通に面白い方です、ね、面白い、はい、あのユーモアある感じで、あの一郎さん、まあ、僕その言葉残したのは、はい、あのちょうど引退ゲームをちょっと解説やってたので、はい、あのまあ、ちょうどね、そういう言葉しか合わないだろうと、
神にしてしまうとなくなるってことなのであれなんですけども、うん、神に一番近づけた方だという表現をしたんですけども、それぞれのこの先人がいて、いろんな方々たちのこの功労な部分があるからこそ僕たちもメジャーにも行けたし、国際大会でもね世界一になれるところにも行ったと思うんですけれども、イチローという名前だけでものすごい自分を持ってるとか、もうそういうのある、まあ、もちろん自分を持ってるのも、まあ、それは間違いないんですけども、ルーティーンを崩さなかったりね、いろんなことがあるんですけど、まあ、とにかくあの方はあの準備を怠らない、これだけですね。で毎日毎日同じ準備をして同じように試合に挑んでいくっていうのが僕はあの方からは感じ取れる部分ですかね。あの本当にユニフォームなんか脱いだりするとすごく面白い気さくな方なので、逆に何でも言えるような、意外とそういう人ですよ、はい。まあ、でもそのこと野球に関してはやはり、あのまあキャリアだとか成績だとかということはもう度外視して、もう練習は準備はしっかりという、そうですね、うぬぼれることもなく、どういう成績を上げようとも淡々と同じ準備の仕方をして同じ状態で挑む、これが一番難しいことだと僕は思います。だからこそのこう選手そうですね、そこまで行かれたというところも、そうですか、ということで本当に貴重な2006-2009年の WBC 連覇に大貢献をされたというところで、ありがとうございます、お話伺いました、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで岩村さんとのお話、次回が最終回になるかと思いますので、チャンネル登録そしてグッドボタンもいただけましたらありがたいです、次回またお待ちください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。